一目千本桜は1923年に大河原町出身の実業家高山海次郎が700本のソメイヨシノを植樹したのが始まりです。植樹100周年を記念した式典では孫の高山信之さんに海次郎の功績を称える記念品が贈られたほか、柴田農林高校の生徒が桜の保護活動について報告しました。高山海次郎王のふるさとを思う気持ち、桜に込めた思い、これを町民の皆さんと共に守り続けていきたい。今年は開花が早くほとんど散ってしまいましたが、訪れた人たちは名残惜しそうに花見を楽しんでいました。